空母の士兵たち、近頃は妙におとなしいです。いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライブ！クライブ！こちら。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイクファング守備隊の一部、フーゴクプカの士兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴクプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。まさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとは訳が違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限りこの意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴクプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。
何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。フーゴがロザリスを襲ったのはお前への挑発だ。返り討ちにしてやろうぜ。ロザリスへは私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないの。おかえり、クライブ。ジルの具合が悪そうだったけど。何かあれば我らもすぐロザリスへ向く。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してある。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。やあ、来ると早速抗議を。ほう、これは私の子。ことがことだ。俺たちも話を。すぐにでもロザリアへ向かう。現地を。そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその牽制を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領で、ダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を失陥。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な海路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いは、クライブ、君に間違いない。事実、フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルではどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴ・クプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは、残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？
そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンドシッチを抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや、今回は君も同行するのか。ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。城の方へ回れ。はは。フーゴたちの本体はもうロザリス城に入ってるみたいだ。ザンブレクの駐屯軍も抵抗してるが、あの様子じゃそう長くは持たねえな。それにしたってひでえありさまだぜ。町を一つ丸ごと壊す気だ。フーゴクプか。クライブ一人のためにここまでやるだなんて。まっすぐ城へ向かえ。城下の混乱にうまく紛れ込んで進むんだ。俺は逃げ遅れた住民がいないか辺りを探してみる。気をつけろ。そっちもな。二人とも熱くなるなよ。ここには私たちの思い出があるもの。行きましょう。立ち止まってられないわ。
兵士も市民も見境なしとは。ひどい。手当たり次第ね。ふざけやがって。クライブ、ここから行けるわ。ここにも現れたぞ。お前たちの隙にはさせん。頼む、助けてくれ。おい、お前ら。お客だ。ヤツらを逃がすそこか。ほら、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 ほら
貴様らに用はない。どけ。ロザリス城の正門だ。
さあ、出番だ。クワールまで。やれ。ジロ。分かってるわ。滞在人シド、いや、クライブ・ロズフィールド、ようやくお目にかかる。ずいぶん探したぜ。彼女を離せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな、貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりにお前からゆっくり話を聞くとしよう。氷女、ジタバタするな。お前は大事な宴の出し物なんだから。Ah!
さあ第二幕と行こうじゃないか。まずいことになっちまった。お前の出番だぞガブ。おいこっちだ。どの首を落とす。よし、やつを連れてこい。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガブ。クリスタルのカセとはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。ジロ、中庭だ。くそ。ジルを助ける。お前が捕まってる間にザンブレク兵どもは撤退。城内はフーゴの私兵だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろジル、今行く。処刑などさせるか。ジル、無事でいてくれ。どうするつもりだクライブ。これじゃ迂闊に突っ込めねえぞ。まさか何の余興もないまま
宴の第二幕を終えようってのか。貴様、さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞトルガル。まとめて断じ。トルガルにこんな力があったなんて。話は後だ。二人ともやるぞ。トルガルもいけるな。そこか。トルガル、違う、逃げろ。分かった。片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。分かった。みんな気をつけろよ。
空母。ずいぶん遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。貴様はなぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる標高だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前は、その夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴクプカ、俺は許しはしない。死んでなくなれ。フーゴ。
者も、お前も、俺の邪魔をする者は全てぶっ壊してやる。貴様だけはこの手でほぐる。大地のあるところは俺の舞台だ。世界は俺を選ぶようだな。ここは俺の舞台と言ったはずだ。見えた。
そこか。やれやれ、頭を冷やしたらどうです。待て。またの機会に、ミュートス。片付いたか。ええ、どうなってる。なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜ、トルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは。クライブ、無事か。すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに。お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。
じゃあまさかウォールード兵はそのために。ああダメだ、今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成、それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。わかったわ、タルヤ。彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりは風獄プカの行方か。ロザリス城に現れたウォールード兵のこともな。まったくわからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って、奴らの動向を探ってくる。俺は語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな、ありがとうガウ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとう、クライブ。
抗議が必要かい？何を教えてほしいんだね。人を知ることが勝利につながる。状況の把握を忘れないようにな。いつでも相手になるぞ。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてたわ。シドがきっとフーゴをつけてくれる。お、来たか。何を作る？こいつなら敵なしだ。素材が足りねえみてえだな。ホルガルのこと調べてるんだって。じゃあお手伝いしよっか。よう、クライム。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。備忘録を見たいのだな。いつでも来るといい。
け。今は無理そうだな。よっ、敵だ。
食らう。そこか。逃げだ。遅い。いや、終わりだ。相変わらず得体の知れん魔物だ。子供たちがいたずらを覚えて。ロザリス城で貴族たちも殺されて。こんにちは、クライブ。こちらがあなた宛てに届いた品です。時々覗きに来てくださいね。おっと、今いいか。ああ、クライブ。ジルの様子はどうだった？無理をしていたようだ。一度しっかり休ませた方がいいだろう。そうか。フーゴの行方は分かりそうか？今ビビアンに探ってもらってるが、あまりに手がかりが少ない。協力者や石の剣の連中にはストラスを飛ばしたから、何かつかめれば知らせが来るとは思うが、もう少し時間をくれ。すまない、引き続き頼む。いたいた。よう、クライブ、ずいぶんとご無沙汰だな。ミド、戻ってたのか。うん、さっきね。大学はどうした？お休み。カンベルの大学も大騒ぎなんだ。フーゴの野郎がロザリアを攻めた？反乱か？どうなってるって。大変でさ、勉強どころじゃなくなっちまったの。わかった、わかったから落ち着け。今度はいつまでここに？そう、しばらくはいるつもり。そうだ、クライブ、ちょっとお願いがあるんだけど。悪いな、今少し立て込んで。付き合ってやるといい。フーゴの足取りを追うのにもうしばらくかかる。大先生、これまた久しぶりだね。また小難しいこと考えてんの？相変わらず場に急ぐは娘だ。新しい風をどうもありがとう。君のおかげで組み上げた思考の断片が吹き飛んだよ。褒められちゃったよ。ほら、大先生もああ言ってる。クライブ、後で倉庫まで来てくれ。おい、クラ。風というか、ありゃ嵐だろう。おっと、金をもらいに来たぜ。一体何のだ？ミド嬢ちゃんの渡し金さ、オットーからもらっとけって言われたもんでね。あの野郎。
ミドは倉庫に来いと言ってたな。何をするつもりだ。待ってくれよ。クソ、ミドの奴め。ジルにはちゃんと休んでもらわないと。ロザリスじゃ大変だったそうだな。来てくれたな、クライブ。ミド、お願いとは。この下の倉庫を私の工房に改築したい。それを認めてほしいんだ。また急な話だな。以前から考えてたんだよ。父さんの影響で気候を覚えてから筋がいいってカンベルの大学にまで入れてもらった。私が気候学を勉強してるのは隠れ家での生活に役立てるためだけど、大学じゃできることも限られる。ここに工房があれば学んだことを活かせるだろう。みんなに少しでも楽をさせてあげたいからな。一人娘の思いを知ればきっとシドも喜ぶ。いいだろう、後でオットーにも伝えておけよ。さすがクライブ、話がわかる。それじゃ早速手伝ってよ。俺がやるのか。他に誰がいるのさ。わかった、何をすればいい。私が工房の設計をしてる間にこれらを手配してくれ。まずは設備のための資材の調達。必要なものはその覚書に書いてある。次に工具一式を用意する。今渡した鉱物からこしらえてもらって。最後に腕のいい大工を連れてくる。隠れ家の大工なら大丈夫だ。やることは三つか。任せたよ、クライブ。さて、どこから手をつければ。カローンとブラックソンあたりに話してみるか。お帰りなさい。こちらが各地から届いた品です。よう、クライブ。はい、どうぞ。よろしく頼むぜ。子供たちがいたずらを覚えて。ジルってば青い顔をしてた。ブラックソン、話がある。用なら手短にしろ。ミドから工具一式を用意するよう頼まれてな。これを預かってきた。どうだ、用意できそうか。こりゃまた数が多いな。しかも細かい注文ばっかりつきやがって。仕方ない、作ってやるか。完成したらミドのところに持っていこう。それは助かる。ありがとう、ブラックソン。お、来たか。何が必要なんだ。よし、できたぜ。
じゃあな。おお、クライブ。やれやれ。まったく。工具一式が完成したら。ああ、クライブ、ミドがカンベルから戻ってるよ。もうついさっきな、隠れ家に工房を作りたいらしい。そのためのこれが覚書だ。揃えられそうか。たやすいもんだ。すぐにでも用意しよう。助かるよ、カロン。いいのさ、ここで生活できてるのもあの子のおかげなんだから。黒い水の浄化装置みたいにまたみんなのためになるものが生まれるといいね。そうだな。品が揃ったら直接ミドに届けておくよ。ありがとう、頼んだぞ。あとは大工か、桟橋のバードルフに話してみよう。いらっしゃい。不思議なもんだ。さてと。工房を作る資材ならすぐにでも用意しよう。今日は何か。さあ見ていきな。いただくよ。これで少しは懐が潤うだろう。確かに引き取ったよ。また来なよ。シドがきっと。そろそろ昇降機も整備しないとな。残りの木材。大将、何か用かい。ミドのやつが工房を作るのに腕のいい大工が必要らしい。バードルフ、協力してもらえないか。任せてくれと言いたいところだが。すまねえ、隠れ家の補修を始めちまったばかりなんだ。手を抜くとここに住めなくなっちまう。この作業が終わるまではどの大工も手が空きそうにない。そうか、参ったな。俺らの他っていうと、マーサの宿のやつはどうだ。バーナードって腕利きがいたはずだぜ。ああ、バーナードか。確かに彼なら適任かもしれない。マーサに相談してみよう。ありがとう、バードルフ。
いいってことよ。クライブじゃないか。どうしたんだい？隠れ家で大工が足りなくてな。しばらくの間バーナードの手を借りたいんだが。ああ構わないよ。困った時はお互い様だ。ありがとうマーサ。彼は今どこに？何でも用があるとかでクレシダって廃村に向かったところさ。直接行って声をかけるといい。わかった、そうしよう。おや、いつぞやの兄ちゃんか。妙なところで会ったもんだな。バーナード、あんたの手を借りたくてマーサに聞いてきたんだ。そりゃどういう要件だい？なるほど、工房ときたか。そいつは腕が鳴るってもんだ。マーサに話がついてるなら何の問題もねえ。ぜひ俺にやらせてほしい。ありがとうバーナード。そうだ、兄ちゃんのところへ行く前に俺からも一つ頼み事をしていいか？ああ、行ってくれ。この先にあるクレシダって村は俺の故郷でな、今は誰も住んじゃいないが親の墓があるんだ。久しぶりに墓参りしようと橋を修理したんだが、村の中が魔物の巣窟になっちまってた。兄ちゃんの腕前は知ってる。どうか奴らを片付けちゃくれないか？わかった、引き受けよう。恩に着るよ。頼んだぜ。
見えた。いやだ。いやので最後か。おお、きれいさっぱり片付けてくれたか。感謝するよ兄ちゃん、おかげで墓参りができる。ここは廃村になって長いのか。俗領になったり、黒の一帯が迫ってきたり、こんな僻地じゃ生活が立ち行かなくなってな。もう何年も前にみんな出て行っちまった。思い出の中の故郷ってのはいつまでも綺麗なのに、ここも随分荒れたもんだよ。バーナード、さて今度は俺の番だ。墓参りを済ませたら兄ちゃんのところへ向かうよ。じゃあまた後でな。これで頼まれたことは終わったな。隠れ家に戻ってミドに伝えてやろう。子供たちがいたずらを覚えて。ロザリスじゃ大変だったそうだな。
おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見。行ってみるか。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブが？そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね。クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのは、お前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くには、この世界はまだまだ障害が多い。だから、俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな、覚悟はしている。覚悟か。そうだよね。分かってはいるんだけど、悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア層を調達してきてもらえないかな？もちろんだ。手を貸そう。ありがとう。助かるよ。エルモネア層を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で、川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい、ノースリーチの近郊でコールの部隊が少し前に彼から知らせがあり、どう思うんですが、私はようやく救出したベアラーたちを、そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退め。シド、あなたにお願いしたいのです。
コールの部隊の捜索に。分かった、現地に向かってみよう。ありがとうございますシド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くで留まっているはず。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。金持ちの貴族殿がいなくなって。かけろ。待たない、アンブロシア。この足さえ。コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ。ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ、知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません、ゴブリン族に襲われ負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは。数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれシド。まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところでベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらく。分かった、ありがとうございます。ああ、あの2場所か。Yeah.
け。誰だ。助けに来た。怪我はないか。ゴブリンたちに襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。ハルシもいなくて誰も命令してくれない。あんな化け。そうか、すまなかった。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。シロ、ご無事ですか。ああ、ベアラーたちも。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか。ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞ、コール。ドリスには俺からも。
子供たちがいたずらを覚えて。シド、お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちと、どちらも全てあなたのご協力があったからこそ、ありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかったから、何としても救いたかった。ですがそのため私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょう。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない、刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな、コール。たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。すべては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは、石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。来てくれたんですね。こちらがあなた宛に届いた品です。はい、どうぞ。また来てくださいね。クライブ、エルモネア層は見つかった。これで足りるか。ああ、十分だ。これで鎮痛薬を頼むぞ、ロドリグ。わかってる。ごめん、クライブ。ベアラーの刻印には飛竜層の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合って、たちまち仮に施術がうまくいったとしても今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術に刻印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務、それでも志願する者は少なくないだろう。それが、ああ、みんな死を覚悟の上で戦ってるんだ。お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか、タルヤとどんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって、そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕もが。
ジルってば青い顔をして。おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時、生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う？語り部。間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば、兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、シバのドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして、彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力。トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配があるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった。すぐに行くよ。来たぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアンに聞いてみよう。手を貸してくれてありがとう。そのうち驚きの成果を見せてあげる。本当に立派な工房ができたわね。ミドの助手としてここで精一杯頑張らせてもらうよ。おお、兄ちゃん、この間はありがとうな。約束通り工房をこしらえたぜ。しかし、御堂嬢ちゃんの設計は大したもんだ。本職顔負けだよ。いいなぁ、私も御堂に。御堂の工房。
ビビアン、進捗はどうだ？芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ、俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって？世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らぬ。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風国プカと会いたいし、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲーカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲーカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、
また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。託せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣営戻るがよい。承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。して星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんがここに。とにかく桟橋へ降りよう。騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルド沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告に
ロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。フーゴクプカはテゼーを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型帆船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。そう、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールード軍がフーゴクプカを連れ去ったと仮定しよう。ロズフィールド卿の話によればポートイゾルデ沖でフーゴのテゼーとおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり波は高く時間もかかる。果たして重傷を負ったフーゴに命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら砂漠を横切ることでカイロに比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなくそのウォールード兵こそがフーゴクプカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが足取りをつかめるはずだ。ならわしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。要件は何かな。あの娘か。まったく。はあ。不思議なものだな。バイロン・ロズフィールド卿。
楽しみにしてるよ。それでは始めよう。君を取り巻く人の輪をまとめた。情勢の変化を見ていこう。ミドの工房作り。よう、クライブ。さあ見てくれ、頼んだぜ。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういやロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。確か兄上とドレイクファングの視察に行った時だ。父上と一緒に。さすがに覚えておらんか。ジョシアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに帰り道が随分気持ちとどろで、一人急いだ挙句に馬から落っこちよってな。泣き叫ぶクライブを見て
あたふたする兄上はそりゃ見物だったよ。ザリアの件聞いたか？フーゴ様が城を攻めたらしいな。町に兵士が多い。見えてきたぞ。あれがダリミル宿場だ。やれやれ、暑さで喉がカラカラだわい。少し涼んでいくとしよう。確かに軍用のチョコボだ。兵士どもは旅籠で一休みといったところか。軽く探ってみよう。お前がいると目立つな、トルガル。少し待ってておくれ。いらっしゃい、食事。俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければチョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒、従者よりはマシでしょ。ジョシア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ卿が前線に出ている。今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、ではせめて薬をお飲みになってください。
水をもらってきましょう。こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえあんな間抜けな奴によ。風獄プカのことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。すまん。立てますか、ジョシュア様。どうした。面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい。実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか。すまない、この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。なあ。やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじさんは影に。わかった。こいつらを締め上げるぞ。面倒をかけさせる。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。
今のうちに。ジョシュア様。構うな。クライム、一体どうした？いえ、何も。行きましょう。ジョシュア、ともあれこれでわしらの目的地がはっきりしたというわけだ。ええ、フーゴ・クプカはドレイクファングにいる。おじさん、すぐに向かうとしましょう。奴ら、主人の緊急事態に当然の対応とはいえ、こいつは参った。あの南門を越えねばドレイクファングにはたどり着けんぞ。なんとかしなければ。わしらもこれ以上は目立つわけにはいかんしな。砂漠の耳、ルジェナ・ダリミル、その御人から力を借りましょう。お前が聞いたという素性の知れぬ協力者か。だが、どうする？名前以外は分からんのだろう。探すしかありませんね。これまで会ってきた先代指導の協力者は皆その町の実力者で、めぼしい家業を持っていました。ルジェナ・ダリミルも同様かもしれません。となると、この町で顔の利く商売人を探すのは早そうだ。この辺りから聞き込みをしてみましょう。これじゃドレイクファングに戻れねえぞ。とはいえ緊急事態だな。見てってちょうだい。お金が足りないよ。いい取引だったわ。どうぞごひいきに。
ベアラーのくせに。何か用かい、旅人さん。わしから話そう。わしは貿易商でな、この町で新たな取引を始めたい。ここで顔の利く商売人とよしみを結びたいのだが、どこへ行けば会えるかね。そうだな、ダルミルは浴場と交易、それから火事が有名だ。その大棚の主人なら相応に顔が利くだろうさ。なるほど、行ってみよう。ちなみにルジェナ・ダリミルという御仁をご存知か。いや、聞いたことないね。そうか、ありがとう。なんだい、忙しいんだが。時間は取らせない、人を探している。ルジェナ・ダリミルと呼ばれる人物を知らないか。誰だいそりゃ、聞いたこともないね。そうか、ならこの町で一番羽振りのいい店を教えてくれ。取引がしたいんだ。となると茨の接吻って鍛冶屋だな。あそこは職人の腕がいい。店主もまだ若いのになかなかのやり手だよ。茨の接吻だな、覚えておこう。町の実力者となればそれなりの年だろ。若い店主というのは違うかもしれんな。よし、それなら古参の商人で探ってみるとしよう。これじゃドレイクファングに。お母さん、僕も魔法使いたい。クリスタル貸して。なんだね。ルジェナ・ダリミルという人物を知らないか。この町に長く根を下ろした古参の商人だと思うのだが。だったらフェルダに聞いてみな。あいつはこの町に長く住んでる。古い商人たちをよく知ってるだろうさ。多分浴場のあたりにいるよ。ありがとう、訪ねてみよう。クライブ、うまくいったな。ええ、ではヘルダという人に話を聞いてみましょう。香やろうそくも上等の品だよ。さぞお疲れでしょう。あんたがフェルダか、少し話を聞きたい。旅人さんが俺に何の用だ。この町に長く住んでいるらしいな。ルジェナ・ダリミルを知らないか。古参の商人だと思うんだが。砂漠の耳を何のために探してる。恩人のチキでね、協力を仰ぎたいと思っている。いいだろう、召喚に行きな。引き合わせてやるよ。今度はうまくいきすぎだ。少し警戒した。貴様らだな、こそこそと嗅ぎ回ってるのは。何のことだ。とぼけるな。構わねえ、やっちまえ。
誰の指示で俺たちを襲った？俺たちの頭だよ。あんたを試せって。さすがにお前たちでは歯が立たんか。先生、お前は先ほどの戦いぶりを確かめさせてもらった。シド、大した腕前だ。俺のことをそれでどうするつもりだ？役人にでも突き出すか？いや、それは俺が判断することじゃない。俺たちの仕事はここまでだ。おい、ルジェナ・ダリミルにルボルに会わせてやれ。わかりました。余暇の広場まで来てくれ。行きましょう、おじさん。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。ほら、食べに。匂いを嗅いでみな。さあ、最高。この店は？ルボルが営んでるイバラの接吻だ。確か若い天使という話だったが。すまん、クライブ、わしの勝手な思い込みだ。ルジェナ・ダリ、いえ、そう勘違いしても仕方ありません。シドとやり取りしていたのも何年も前ですから。ただルボルという人物が何歳であろうと、それなりの態度で。失礼のないようにな。ルバル、シドたちを連れてきたぜ。この町の協力者を探してんだってな、二代目シドさん。詮索はなしだ。門を越えるのに手を借りたい。あんた、商いで一番大事なものを知ってるかい？信用さ。これがなきゃ話にならん。パン屋のデッチでも知ってるよ。つまり俺はあんたを信用できない。だからあんたに協力もしない。当然だ。得体の知れない奴のためにわざわざ俺は危ない橋は渡らねえ。お人よしじゃないんだ、わかる？他の方法を探した方が早い。言っとくけど、バンペイどもはみんな気が立ってるぜ。酒場でよその兵士と一悶着を起こすようなおっかない奴らを、あいつらがすんなり通すかな。こいつなら、どうすれば俺を信用する？愚直なやつは商いに向いてるって言うけど、あんたはどうだろう？信用の次に大事なのは奉仕の心だ。さて二代目、俺の信用が欲しいならちょっくら働いてもらおう。やるか？分かった、いいだろう。こんな小僧の言葉を真に受けるのか。何か意図があるのでしょう。シドの協力者ならそう仕向けてきてもおかしくない。彼が本当にルジェナ・ダリミルだったらの話ですが。言うじゃないか二代目。ガキだからって相手を侮らないのは褒めてやるよ。それじゃ早速働いてもらおうか。今この町が抱える厄介事を解決しろ。これが俺からの仕事内容だ。
無事に片付ければ何でも力になってやる。おい、いくらなんでも大雑把すぎるだろう。手がかりが欲しいならコビくらい売ったらどうだい、じいさん。なんだと？そうだな、一つだけ教えてやろう。クリスタル、俺に言えるのはここまでだ。頼んだぜ、お二人さん。生意気な小僧め、見とれ、意地でも解決してくれる。よし、クライブ、二手に分かれて探るぞ。ええ、分かりました。ひとまずクリスタルについて聞き込みだな。あいつの指導って本当ですか？そいつはルゴン。少しいいか。なんだい。この町には初めて来たが、よそと違って景気がいいな。何か理由でも？ああ、ここはドレイクファングの最寄り。マザークリスタルの警備やクリスタルの出荷で軍の人たちも出入り、特にフーゴ様のところの兵隊は。そうだったのか、ありがとう。もっちもちの番成功。止めた、いいんだよ。ほんとふと客よね。なに、あなたもフーゴ様の兵隊さん？いや、違うか。だったら予想当たって、私あの人たちしか置け。何か取り決めでもあるのか？そんなの気前がいいからに。特に最近は金回りが良くて派手に遊んでくれるし。あんなふと客、ほらもうあっち。フーゴ様の兵隊さん、早く来ないかしら。あんな気前がいい客、そうはないからね。天にも昇るいい香り。クリスタルについて聞きたいことがあるんだが。あんたも聞いたのか。何をだ。横流しの話さ。近頃急に配給が減っちまっただろ。あれはクリスタルが横流しされてるせいじゃないかって噂になってるんだよ。ただ調べようにも流れが追えないらしくてな。一体誰がどこへ。さて、聞き込みはこんなところだ。一度おじさんと話したいが、どこに行ったかな。さっきの酒場に戻ってみるか。酒場は閉じてんのかよ。あんた、うちで暴れてった客じゃない。今度は何の用。連れを探してるだけだ。ああ、あのお金持ちのおじさんならさっきそこのか。そうか、ありがとう。結構稼いでんだぜ。おごってやるよ。あれは。手付金だが、これでどうかね。おい、そりゃ黒真珠じゃないか。この程度で驚かんでくれ。わしと取引するならそちらの言い値を出そう。わかった、旦那を歓迎しよう。取引場所は
じさんは何を。おじさん、今のは。ああ、撒いた餌に獲物がかかった。お前と別れた後、そこらの商人に片っ端からクリスタルを売ってくれと持ちかけてな。当然クリスタルの売買は禁止されておる。ドイツにも当たり前に断られたが、それを見ていた今の兵士が声をかけて、金さえ払えば純度の高いクリスタルを用立ててくれるらしい。それで黒真珠。なんだ、見ておったか。たかが50万ギル、賄賂にしては安いものよ。おかげでたちまち取引に招待されたわ。してお前の方は何かつかめたか。近頃クリスタルの配給が減り、その裏には横流し。一方で風後の士兵たちの金回りが良くな、おじさんに取引を持ちかけた兵士を見るに、奴らが横流しで利益を得ているのかもしれません。どうやら当たりを引おじさん、取引場ルボルが言っていたのはおそらくこの件だ。おお殿、任せておけクライブ。待っておれ小僧め、ロザリア七家族をなめたこと後悔させてやるぞ。取引場所は南ベルクロイ砂漠の一角、人目につかないところだ。都合が悪ければ相手を始末できるか。クライブ、洗うことになったら加勢を頼むぞ。もちろんです。そこぼこのすごい音がしたぞ。それじゃ行ってくる。よく来てくれた旦那。早速だが、手持ちはいかほどで。金貨と宝石がいくらか。必要なら中を改めろ。こりゃ500万ギルはくだらないぞ。いいねを出すと言っただろ。さっさとクリスタルを見せてもらえんかね。こっちにたんまりと用意してある。確かに純度の高いクリスタルだな。しかしクリスタルの売買は足がつくと厄介だ。そのあたりの保証はあるのかね。ああ、それは問題ない。これはもうダルメキアのクリスタルじゃないからな。あちらさんのものだ。売りさばくのは我々だ、御仁。心配せずとも足はつかん。クリスタルは責任を持って指定された港まで輸送しよう。あなたはただ金を払うだけでいい。なるほど。
ウォールド王国とは。もともとドレイクファングで取れたクリスタルの一部は同盟国であるウォールードに輸出されてる。俺たちはそいつをちょいとばかり多くしただけ。たまたまここで取引が行われただけで、他国のクリスタルのことまでは調べようがないってわけさ。そういうことらしい。聞いておったか。はい、全てつつがなく。何のまねだ旦那。クソ、下手を打ったか。こいつらただの客じゃないぞ。おい、さっさと奴らを殺せ。まだ来るか、気をつけて。あ、任せておけ。奴らしっかりと騙されておったな。わしの悪党ぶりも。お尋ね者のくせによくも躊躇なく兵士を叩きのめせるもんだ。まあこんな場所なら騒ぎにもならないか。お前いつから見ていた。じいさんの名演技あたりからね。しかし金に物を言わせて奴らの懐に飛び込むだなんて、下々の者には。ダリミル宿場で配給されるはずのクリスタルが、フーゴの私兵どもから。これがこの。その通り。さすがに他国の兵士が相手となると一回の民草には手が出せなくてさ。だけどこれで町のみんなのクリスタルが戻ってくる。一旦町へ帰ろう。このクリスタルを運び出す段取りをつけねえと。そういや、まだあんたの名前を聞いてなかったな。クライブだ。クライブ、それが二代目シドの中。覚えておく。よし、仕事は片付いた。約束通り南門に手を回したぜ。とはいえバンペイどもはあんたらが暴いた身内の不祥事の後始末に向かっちまったからさ。残った連中が面倒を起こさないように甘い汁を吸わせておいたよ。ならその費用にはわしの金を当てておけ。取引場所で奴らに渡した金を帰り際にちょろまかしておっただろう。ありゃバレてたのか。あとじいさんではなくバイロン様と呼べ。感謝するよじいさん。こいつ、これを受け取ってほしい。
そいつがあれば俺の仲間もあんたに手を貸す。ありがとうルボル。さてうちのストラスで隠れ家に連絡してくれ。砂漠の耳ルジェナ・ダリミルがシドへの協力を再開したってね。オミア・ラステラン・トゥイサ・ゲリス。これからもよろしくな、シド、いや、クライブ。俺はあんたを気に入った。こう呼ぶ方がしっくりくる。そろそろ南門を越えられるようになってるはずだ。世話になった。いいってことさ。気をつけてな。行きましょうか、おじさん。肉切りナイフなんて作ったことないのに。まいったな。肉切りナイフ。何か困りごとか。ええ、課題が難しくて。って、あなたはすみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバルボル師匠のもとで、実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので。ルボル師匠のことですから、ただのナイフでは認めてくれないでしょう。クライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ。肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか。わかった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで何から手をつける。そうですね、ダリミルならではというのが。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人、何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそう。普段肉切りナイフ、ダリミルで働く調理人や職人。そうか、彼らがもダリミルの人たちが使いやすいナイフならば。課題、早速話を聞いてまいりましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは。いいだろう。それではよろしくお願いします。仕事で使うとなると肉屋と狩人とか。話を聞いてみよう。よう、クライブ。呆れた話だぜ。でもよ、まったく。期待してるぜ。頑張れよ。フーゴ様のお城にも下ろしてるし。じっくり焼かせたこだわり。いらっしゃい。いや、少し肉屋のあんたが。肉、お前さん、そんなところさ。肉切りな、肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうが、どんな鋭さか。
割れない壺。このままじゃ私の人生は終わりだ。どうしたらよいのだ。この大浴場には何かあったの。すまん。今は待て。その姿、お前さん、話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。まあ、ここの湯は町の近くにある石灰室、そこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか俺が調べて。ありがたい。湯が湧いている石灰棚は南門から出た。このまま客を入れることができなければ大浴場、私の人生がかかっとるんだ。港じゃ売ってない名品だ。見ろ、南門が開いておる。ルボルガうまくやったんでしょう。最高だったぜ。ギサールの野菜の宣言だ。水の一杯は出せない。お父さん、壺に皿。どれも自慢の品ですよ。もっちもちのパン、匂いを嗅いでみな。お城の人にも売れててね。うちは一品揃いなんだ。割れない壺。馬車の中だ。ウーコの手下でもね。おごらせておいて。もう帰ってのかよ。クリスタル横流しの噂。どうした。まあ行ってこい。恋人にあげたら喜ぶよ。あんたを見る目が変わるだろうね。壺に皿。どれも自慢の品です。釣り道路はいかが。ダルメキアの伝統品だ。フーゴ様の御用達、100年使える銀食器。これでドレイクファングへは戻れるが、いつにな。何か用か。狩りの下。ナイフのことで少し話を聞。どういうこと。新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフ。そうだな。皮ごと肉を切れるような
丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。よし、サーバーに伝えてやろう。割れない壺。じっくり焼かせたこだわりの天にも昇る。フーゴ様のお城にも下ろしてる。まあ、クライブさん、何か話を聞くことはできました？ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。なるほど。そう、僕が向かった宿屋の調理人によれば、求めているのは軽さだそう。なんでも一日中ナイフを使うため、つまり鋭、それを実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前に。あのルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出して。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか？確か師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今はベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。クリスタル横流しの噂、恋人にあげたら喜ぶ。焼きたての熱々だ。壺に皿。田舎じゃ売ってない名品だ。香やろうそくも上等の品だよ。やっとクリスタルが。もうそろそろ街を出ましょう。水は。よかった、間に合った。ルボール、どうした？どうにも気になっちまって。クライブ、これからどこへ向かう？ドレイクファングだ。居城にいるはずのフーゴクプカを撃つ。ああ、やっぱり。だったら伝えておきたいことがある。ドレイクファングには最近ウォールード軍が入り浸っているようだ。ダルメキアとウォールードは同盟国だし、宿場で奴らを見かける分にはいいさ。だけど国の要のマザークリスタルに他国の軍隊を入れてるのは普通じゃない。確かに妙だな。それにドレイクファングの様子を見に行った仲間が数日前から帰ってきてね。あそこで何かまずいことが起きてるんだよ。分かった、気をつけよう。もし行くなら人目につかない鉱山側に回り込め、資材置き場から潜り込めるはずだ。クライブ、俺は二度も指導を失いたくはねえぞ。ああ、そう簡単にやられはしない。フーゴを撃ってみせるさ。くれぐれも気をつけろよ。この石灰棚を抜ければドレイクファングだ。気をつけて進むとしよう。門を無事通れても。頼んだぞ。なんだ？
こいつらか。オルゴのが最後。これで元通りになればいいが。しばらく酒場が使えないなんて気晴らしもできないわ。クリスタル横流しの噂。匂いを嗅いでみな。もっちもちのパン。壺に皿。おお、戻ってきたな。傭兵よ、戻ってきたか。今しがた湯が元に戻ったと報告があったよ。それはよかった。それで原因は一体何だったんだ。ああ、実はな、なんと全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。何にせよ私の大浴場を潰さずに済んだ。さてこれでどんどん客を呼び込めるぞ。今割れない壺。とびっきりいい肉だよ。恋人にあげたらよ。さあ最高最高。開けろ。
どうだ、サーバー。いい素材は。いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材、アダマンタイトという鉱石さ。だけど、あれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸で、そう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どう？ダリミルならでは。ダリミルか。あんた、この近くで手に入るもので、いい素材を知らないか？どういうことです？俺にはどうしても、ルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。だから、ダリミルならではという課題を、ダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら、石灰を使ってみるのはどうだい？石灰は鉄の不純物を取り除く。そうすりゃ、いくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰、その手がありましたか。ぜひ詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね。それくらい。僕はここで石灰の使い方を教わります。クライブさん、そこで。お前が話を聞いている間に石灰を取って。いいさ、最後まで付き合ってやる。感謝します、クライブさん。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。分かった、集め。それではよろしくお願い。なるほど、石灰と外炭をそうやって。ここまでにしておくか。クリスタル横流しの噂。フーゴ様のお城の人にも売れててね。じっくり焼かせたこだわりのパンだよ。釣り道路はいかが。そろそろ町を出ましょう。石灰はこれくらいで十分か。サーバーに渡してやろう。やっとクリスタルがもらえるぜ。田舎じゃ売ってない名品だ。壺に皿。もっちもちのパン、天にも昇るいい香り。サーバー、石灰を渡しておこう。ありがとうございます、クライブさん。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速、石灰を使った鉄でナイフを作っ。渾身の肉切りナイフです。上出来じゃないか。ルボル師匠に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。ルボル師匠、それっぽく打てたようだが。
なるほど、調理人や職人の理わかりますか師匠。そうだな、鋭さも丈夫さもまだまだ、それに軽さがなっちゃいね。これじゃ重すぎて、軽さを求める調理人どころか他の連中も根を上げちまう。あとはダリミルの石灰、目のつけどころは悪くない。ただ不純物を取り除くだけではダメでしたか。どこの誰に入れ知恵されたかは知らねえが、ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る？課題のために作ったとはいえかなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが。それじゃ売れない。なんせ普段使いのナイフなこの町で作ってこの町で売れるもの、俺たちは職人であり商売人で。はい師匠。まあ今回はギリギリ5、実際初めてにしてはなかなか。火事場に立ったらしっかりと。ありがとうございます。ちなみに全てを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか？そんな面倒なものを特注で。鋭いナイフを作って肉屋に売る、丈夫なナイフを作って狩人に売る、軽いナイフを作って調理人に売る、これでみんな幸せだ。なんとかなったなサーバー。クライブさん、なんとか師匠にも認めて。これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる。Raga soli belli, ci becchiamo prossimamente nella prossima live, che non so se sarà di Little Nightmares o questa. Grazie mille ragazzi e buon proseguo di serata. Ciao!